そもそもなぜアメリカ行ったかって話したいわけなんだけどね。だって高校生でアメリカに行くっていう決断はなかなかしないと思うんだよね。うん、稀有だと思います、ね。稀有。そう。うん、まず高校の時に戻そう話を。はい。で中高ずっと俺まあスキーと野球やってて、まあ、うん、ここは違和感高校って野球部やってたんだけど、はい、小学校の時の怪我、トランプリやった時もあって、いろんなスポーツやった時はね、成長痛で俺膝の空割ったんだよね。でそれで中高をスポーツやってたんだけど、うまいことできなかったんで痛みがずっとあって。なるほど。でその時に高校生の時にスポーツトレーナーっていう人を初めてやって、でも将来俺はもうプロスポーツになるんだって決めたから勉強しなかったんだよね。うん、でもいざもうスポーツできませんってなった時に、スポーツと携わる人何があるかなって時に、その時にスポーツトレーナーとかでやって、なるほど。でスポーツトレーナーを道になろうと思って高校野球終わって、うん、だから本当これぐらいの時期だよね。じゃあ高3の本当に夏ぐらい、うん、ほら、まあ、もうちょっとだけは、まあ、9月ぐらいとかトレーナーになろうと思って、うん、でそのまあ師匠のことを言うんだけど、その人に挨拶に行って大人になりたいですって言ったら、まあ、まだ若いんだからもっと世界をたくさん見ろと、はいはい、その先生曰く、まあ、石川県とか富山とかじゃなくてもっと全国でいろいろ見ろって言うんだけど、なぜか俺知んないけど世界かじゃあアメリカか全国を履き違えたんですかね。そう、全国、そう広い視野を見ろっていう世界っていう意味だったんですね。確かに、まあ、履き違えて、でたまたま、その時に、石川県でそのアメリカから帰ってトレーナーの方がたまたまいて、そうなの、たまたま出会って、うん、でその人にどうやってアメリカ行ったらいいですかっていう話になって、うんうん、あ、日本と世界どっち、日本のことは世界のことはどっちがいいですかって時に、絶対世界行った方がいいよって言われたから、うん、じゃあ行こうと思って、どうやって行ったらいいですかって言ったら、今夜で地球の歩き方見てみ、地球の歩き方、うん、あれ旅行本あるじゃん、あれ留学編もあるじゃん、あれ、うーん、留学編なんだけども、でその本を一回読んでみ、こっちは留学の仕方書いてあるからって言われて、なるほどね。でそれで本屋行って、地球の歩き方は本当留学編と語学留学編っていう本があったから、それを読んで、うん、読んだんだけど全然さっぱり分かんないんだよね分かんないと、分かんないね、はいはい、はい、でなんかいろいろ聞いたら、なんかエージェントを通して留学できますよって話があったんだけども、うん、それも分かんないと、うん、なんだよエージェントって確かにね、どうしたらいいんだってなって、当時英語喋るわけじゃないですもんね、ゼロ、英検落ちてるもん英検落ちてますもん、そうですよね、日本語をまともに読めなかったんだけど読んどいて、でも話聞いてたら、あのアメリカの大学のその、まあ、付属に語学学校があるんだよね、うんうんうん、その語学学校で、まあ、英語の勉強して、ある一定のテストを取ればその大学に入れます、なるほど、で高校の、成績さえあれば、うん、そう、高校の成績とその英語の試験だけ大学に入れるんだね、そうなんで、それがいわゆるトイフルっていうテストなんで、ああ、はいはいはい、それをやって、点数取れば、入ります、うん、あって、だからまあトイフル勉強しなきゃいけない、それは変わらなかったから、うん、でじゃあどこの場所を選ぼうってなって、でそう、今でも地球の館のアメリカ留学、大学留学っていう本があるんだけど、うん、でそこであのもう ABC かもう 何千校ぐらいの本当に大学が名前に載ってて、うん、それが A の順番からちょっとなんだよね、アリゾナ大学に行って、そこで、専攻何があるっていう経験がまとめられてきてて、はい、で俺はスポーツ科学って勉強したいからその学部あるかっていうことだけど、まあ読んでったら、うん、途中で ABCDEFG O で止まっちゃってた飽きてあ、飽きてね、長すぎてさ、分厚い本でそうそうそうだよね、 O で止まって長っけーっつって、なんかそれ調べるだけ3日くらいかかったねスポーツ科学調べるだけで、オーで止まって、オーってどこ？オレゴン州どこだってなって、おうおう、でその時に1個の条件として、まず日本人絶対どこにもいるって言われたから、うん、日本人が少ない街、なるほどね、と野球とスキーができる場所、もともとやってたし、そこはしたかったから、はい、なるとオレゴン州って山大きい山がある、うん、でワシントン州に近くてシアトルが近い、うんうん、なってあここいいじゃんって横で見ると消費税ゼロって街だったら、そうなんだ、でよく言われたら語学留学入って語学学校に入って、そこで別に編入できるんだって思うの、大学にも、あ、最初そこに入ったけど、うん、全然帰る、そこでも行けんだって話だったから、まあどこでもいいやと思って、確かにその大学に、行きました、なるほど、で行ったのもみんなどうやってその応募したのって言うんだけど、うん、地球の相方になんか例文みたいだったんだよね、はいはいはい、はい、あのこれをこういう文を送って、あの語学留学語学学校のとこからその許可書をもらいました、ひな型があるわけです、ひな型がある、うんうんうん、で本当それ買いなさいって言ったんだけど、それあんま読んでなかったら、そのままそっくりそのまま打ち込んで
送ったら、なんか知んないけど通りましたっていう言ったから、通ったんだって言って、そこからビザの申請の用紙が出てくるんだけど、I-9 って忘れたけどね、はいはいはい、それを持って大阪に行って、ビザを取って、まあ、F1 ビザ、当時の学生ビザだよね、うんうん、もらって、あ、俺アメリカ行くんだってなった。じゃ地球の歩き方正しいってことですか。マジで正しい。めちゃくちゃ正しいです。よくそれ言ったねとは。だけどでもやっぱなんだかんだ向こうに行って日本人たくさんいんだけど、はい、なんか俺ぐらいなんて地球の歩き方だけ日本人持ってたやつって。まあおらんわな、うん、確かに、うん、スーパーラッキーマンじゃないですか。スーパーラッキーマンだよ。でもかつ動いたっていうのがね、一番良かったんでしょうね。うん、その言葉を、師匠の言葉を聞いて、うん、吐き違えたけどね。もともとアメリカ行った理由も、最初の俺、あのトランプのジュニア世界選手権で日本代表に選ばれて、それでちっちゃい時カナダとアメリカ行ったんだよ、小学校の時に。あ、そうなんだ。で、その時の記憶がすごいあって、小6、5、6から6、あんまり記憶ないんだけども、うん、覚えがあって、トランポリンの成績は覚えてないんだけど、なんか6位とかなったんだけども、うん、あんま覚えてなくて、試合後になんか広場でなんか子供たちわーって遊んだんだよね、うん、サッカーボール持ってね。で、いろんな国の子たちがいて、でもちろん英語喋るのは小学校だし、確かに。でもなんかわかんないけど、サッカーの時みんな知ってるからさ、サッカーできたんだよね。チーム分けもとりあえず分かれてさ、はいはいはい、みたいな感じでやってさ、うん、その感覚がすごいあって、うん、だからトランポリンの試合あんまり覚えてないんだけど、サッカーした人がすごいあって。あ、なるほどね、うん、そっちの方が印象深いって。そうそう、だからスポーツって言葉と文化関係なしでできんだなっていうのがあったから。なるほど。その経験があったから、なんかどれくらいなんじゃねみたいな。うん、だからいつかアメリカとかいろんな国行ってみたいなっていうのは、小中の時にすごい感じたな。そんな早い時期にね、そういう体験できたのは大きいかもしれないですね。うん、だから本当ね、だからぜひちっちゃい時に海外に、うん、行きましょう。いろんなキャンプもやってるし。フットでね。フットだけ。そうそう。あ、そういうきっかけじゃないか、小学校の時の。うんうんうん。うん。なるほど。小学校の時のそのきっかけがあってから、あ、海外に対して違和感はない。うん。くなったかな。そうですね。抵抗がないですよね。抵抗がない。うん。そうか。じゃあもう迷わずに飛び込めということですね。そうですね。迷わずに行ってみよう。うん。まず行ってみようと。行ってみたら何かが起きる。でスポーツに言葉は必要ないと。必要ない。必要ない。あ、気持ちだけ。確かに。でスポーツもそうだからね。確かに。うん。文化とか社会を超えちゃって一個のルールに縛ってるのがスポーツだから、うん、そのルール上でやるのがスポーツだから。なるほど。だからどこに行っても関係ないです。確かに。